これは日銀那覇支店が3ヶ月ごとに実施している企業短期経済観測調査、いわゆる短観で明らかになったものです。先月9月の調査で景気判断について良いと答えた企業から悪いと答えた企業の割合を差し引いた指数はプラス12ポイントとなり、コロナ前の2019年12月以来初めてプラスとなりました。今回の景気回復について日銀那覇支店は、観光客や県民の人流増加による需要の回復によるものとし、引き続きインバウンドの需要回復が期待されていると分析しています。また見通しについては、コロナ禍や円安などの不確実性は残るとした上で、大方の企業で需要の回復は続く見込みとしています。